スポーツを通した子どもたちの育成を目的に開かれている大会で、今日は県内各地から6チーム、およそ350人の小学生が参加しました。開会式では大会を協賛するサンクスホームの大道清社長が、元気よく活躍してくださいと選手たちを激励しました。笑顔が一番、最後は笑顔で終われるよう、ノーサイドの精神を忘れずにプレーすることを誓います。試合は低学年と中学年、それに高学年に分かれて行われ、それぞれの年齢に合わせたルールで予選リーグと順位決定戦を戦いました。去年と一昨年は新型コロナウイルスの影響で大会が中止となり、3年ぶりの開催となったこともあり、子どもたちは日頃の練習の成果を発揮しようと、素早いパス回しからスピードを生かしたトライを決めるなど、力の入ったプレーを見せていました。関係者は、2019年に日本で開催されたワールドカップの影響でラグビー人気が高まったとして、今後も普及に力を入れたいとしています。もう早いもので、ね、来年には次のラグビーのワールドカップあるんですけれども、それに向けてこういう大会を通じてまたラグビーに興味を持っていただいて、ラグビーを楽しんでいただける子どもが増えれたらいいなというふうに思っております。